絶縁体、絶縁体、絶縁体は電気あるいは熱を通しにくい性質を持つ物質の総称である。電気を通しやすい導体、電気伝導体に対して不導体とも言う。自由電子を持たないもの。また、絶縁体は有電体としての性質を示す。絶縁体の値電子は原子と強く結合している。そのような物質が 電気機器で絶縁物として使われ、電気電動体を支持しつつそれ、自体には電気が流れないようになっている。電柱や鉄塔に電線を取り付ける外紙も絶縁物の一種である。ガラス、紙、テフロンといった材料は良い絶縁物である。電気抵抗率で比較すると、さらに抵抗が大きい絶縁物があり、電線や電気配線の絶縁に使われている。例えば、 ゴム状の重号体や多くのプラスチックである。そのような材料は低電圧や中程度の電圧、数百から数千ボルトまでの実用的かつ安全な絶縁物として使用できる。絶縁体には電流が流れない。バンド理論において、絶縁体は半導体と同じく値電子体と電動体の間にバンドギャップが存在する状態、またはその状態を示す物質である。 金属などの電気電動体では、電子が冷気して電動体に遷移することで電流が流れる。バンドギャップのために、そのような状態とならない物質が絶縁体である。半導体よりバンドギャップの値が大きいものが絶縁体でありその間にヘとした境界はない、もっと絶縁体のような例外もある。絶縁は電子に占有された最もエネルギー順位の高い。 値電子体からその上にある次のバンド、電動体までが大きなエネルギーギャップで隔てられているために起きる。ある十分に高い電圧、絶縁破壊電圧がかかると電子が電動体まで冷気するのに十分なエネルギーが与えられる。一度この電圧を超えるとその材質は絶縁体であることをやめ電荷が流れるようになる。しかし、そうなった時は一般に物理的、 または、化学的に変化し、その材料の絶縁性は、高級的に損なわれる。絶縁体には共有結合性やイオン結合性の強い物質に多い。ただし例外としてクラファイトは、層内の結合は、強い共有結合であっても、半金属である。電解液やプラズマのようにイオンを含む液体や、気体では、電子ではなく、イオンが電化を担うため、電動体となる。 絶縁体は絶縁破壊という現象で損傷を受ける。絶縁物に電解を引火したとき、その物体のバンドギャップエネルギーに比例する、四季値を超えると、その絶縁体は電気抵抗を伴う抵抗器となり、破壊的な結果を伴うこともある。絶縁破壊の際、自由な電化単体が強い電状によって加速され、それが衝突した原子をイオン化して電子を飛び出させのに、 十分な速度となる。そのようにして自由になった電子とイオンの加速し別の原子に衝突するので、さらに電化単体が生み出されるという連鎖反応、電子なだれが起きる。こうして、絶縁体は瞬時に電化単体で満たされ、電気抵抗値が低下する。空気における絶縁破壊は、コロナ放電やアーク放電といった放電現象を伴う。同様の絶縁破壊は、 任意の絶縁体に起こりうる。真空でも放電現象は起きるが、それは金属電極から電荷が放出されることによるもので、真空自体が電荷を生み出しているわけではない。絶縁体は電気配線やケーブルの柔軟な被覆によく使われている。また空気も絶縁体なので、それを絶縁に利用することもある。高圧送電線はプラスチックなどのコーティングが 現実的でないため、主に空気だけを絶縁に利用している。電線が互いに触れると、短絡や火災の危険を生じる。同軸ケーブルの中心にある内部動体は、中空の外部動体のちょうど真ん中になる、要絶縁体で指示されており、電磁波の反射を防いでいる。60ボルト以上の電圧がかかっている電線は、感電によって人が死亡する危険性をはらんでいる。 絶縁体をコーティングすることでそういった問題を防ぐことに役立っている。非覆電線ケーブルには電圧と温度の定格が存在する。アンペア容量はその電線やケーブルが使用される環境に依存するので定格化されていない。プリント基板はエポキシ樹脂やファイバーグラスでできており、そういった絶縁体の板が銅の胴体の層を支持している。電子部品にも 絶縁体のエポキシ樹脂やフェノール樹脂で封入したものやガスやセラミックでコーティングしたものもある。トランジスタや中石回路などの半導体素子ではシリコンはドーピングによって導電性があるが熱と酸素を加えることで部分的に良い絶縁体とすることもできる。酸化したシリコンは石英すなわちに酸化系素である。変圧器やコンデンサを含む高電圧システムでは 放電を防ぐのに液体の絶縁オイルをよく利用する。絶縁破壊を防ぐために電位差の大きい空間を空気の代わりに絶縁オイルで満たす。また、セラミック、またはガラス製のホルダー、外資で電線を保持することもよくあるし、何らかのガスや真空もよく使われる。電線と周囲との距離を取ることで空気を絶縁体として利用することも多い。 送電用の電線は建物に入る部分以外では剥き出しであり、周囲の空気を絶縁体として利用している。電柱で支える部分で外視を必要とする。変圧器や遮断器と接続する際にもそれらの容器と電線を絶縁するための絶縁体が必要とされる。そのような中空で中に胴体を通す絶縁体を等間と呼ぶ。放送用アンテナは、 電波塔として建てられることが多く、特にマスト構造のものは全体に高電圧がかかることでエネルギーを与えられるため地面から絶縁されなければならない。そのためステアタイトを課題とすることが多い。それらは場合によっては 400KV にも達するアンテナにかかる電圧に耐えるだけでなくアンテナの重量にも耐える必要がある。マスト型アンテナには落雷もよくあるので アークホーンと開きも必須である。マスト型アンテナを指示する視線には、地面との短絡や感電を防ぐ体調外視を挿入する。また、視線が送信波長と共鳴しないよう何箇所かに絶縁体を挿入して、その長さが波長の約数にならないようにする。そのための絶縁体としては、セラミック製の玉外視などを使う、写真参照。玉外しは、張力ではなく、 圧縮力がかかるという利点があり、たとえそれが破壊されても、視線自体はアンテナを支え続けられるという利点もある。これらの外視にはまた、過電圧保護装置を装備する必要がある。視線の外視の寸法については、視線の持つ静電容量を考慮する必要があり、マストが高いほど、送信機によってアンテナにかかる電圧利、静電気による電圧が大きくなり、 視線を外資で複数に分割にする必要性が高まる。その場合、地面にコイル経由で視線を設置するか、場合によっては直接設置する。アンテナと無線機をつなぐ、給電線、特に平行型フィーダー線は、金属の構造物から距離を保つ必要があることが多い。この場合の外資を、隔離外資と呼ぶ。最も重要な絶縁体は空気である。 電気機器には様々な固体、液体、気体の絶縁体が使われている。小型の変圧器、発電機、電動機では薄い重合体ワニス層で絶縁したワイヤ、いわゆるマグネットワイヤを巻き線に使う。それによって狭い空間でより多く巻くことができる。太い胴体を巻く場合はファイバーグラスの絶縁テープで補強することが多い。巻いた後でワニスを浸透させて、 放電を防ぎ電磁誘導による導線の振動を低減させることもある。大型の変圧器などでは、絶縁物として紙、木、ワニス、紅油などを使っていることが多い。これらは100年以上にわたって使われ続けているが、経済性と性能のバランスが今でも最も良い。開閉装置の母線や遮断器では、ガラス強化プラスチック絶縁体が使われることもあり。 耐火性と漏電を防ぐという点で優れている。1970年代初期以前に製造された機器では石綿を圧縮した板を使っていることがある。石綿は電源周波数に最適な絶縁体だが取り付けや修理の際に危険な繊維が空気中に飛散するため取り扱いには注意を要する。フェルト状の石綿で被覆した電線が1920年代。 ゴロから高温などの悪条件の環境で使われていた。例えば、ゼネラルエレクトリックが、デルタベストンという製品名で販売していたものがある。高電圧装置の中には、6復オ用などの絶縁ガスを高圧に満たした中で、動作させるよう設計されたものもある。電源周波数や低周波で、絶縁体としてよく使われる素材でも、有電体であるために高周波では熱を、 持ちち絶縁性能が落ちるものが落るる。ものあ電線の絶縁用被覆としては、ポリエチレン、佳境ポリエチレン、ポリエンカビニル、カプトン、ゴム状重合体、油芯紙、テフロン、シリコーン、エットフなどがある。より大きな電力ケーブルでは用途によっては、無機絶縁同比ケーブル、無機物のパウダーを圧縮した絶縁物を使ったケーブルを使うこともある。 ポリエンカビニルのような柔軟な素材を絶縁に使う場合、6 0 0ボルトやそれ以下で通電中の回路に人間が直接触れるのを防ぐという目的もある。ポリエンカビニルは欧州連合の環境規制により経済的でなくなりつつあり、代替素材の採用が増えている。携帯可能、過半の電気機器はユーザーを感電から守るために絶縁されている。 クラス1の絶縁では、基礎絶縁を基本とし、金属製の筐体や表面に出ている、金属部分が、アース線につながっていて、主要なサービスパネルから設置できるようになっている。電源プラグに、第3のピンがあることで容易に、クラス1だとわかる。クラス2の絶縁では、二重絶縁を用いる。電気カミソリ、ドライヤー、下半が手発電機などで使われているクラスである。 基礎絶縁と追加絶縁を同時に施しており、どちらか一方のみでも還元を防ぐことができる。内部の電気部品はすべて絶縁物で覆われていて、電気が流れているところに人間が触れないようになっている。欧州連合では二重絶縁を施した機器には二重の四角形のシンボルが付けられている。耐熱クラスは日本産業企画において、 絶縁体を耐熱温度別に分類したものである。耐熱クラス Y、耐熱クラス200、耐熱クラス回種などと呼称する。かつて、摂氏180度を超える熱に耐える絶縁体は、すべて、C 種とされていた。現在の実 C4003 では細分化され、上表の摂氏250度を超えるものは、摂氏25度間隔で、耐熱クラスが設けられている。 各種別の暗記の方法は、八重ちゃんビューティフルボネまで痺れる、y, a, e, b, K、h, n, r と覚えると良い。5、おさむき。